あ、来てる来てる。はい、武田くんです。2本目、1本目は30位に入ったんで、2本目は30フリップ、30位の選手から29、28というに反対に出てきますということで、第2本目は一番最初の選手、武田くん。はい、工藤選手です。工藤選手2本目、1本目は31位に入りました。上手。工藤君どこの高校ですか？札幌第一です。札幌第一。あ、いいね。柿崎君です。柿崎夢之助、北翔高校。1本目33番だった、5-1。成田選手です。アメリカ遠征の締め、どうかな。今回北海道選抜ジュニア、コロラド遠征最後の選手ですね。はい、そうです。1本目失敗しちゃいましたけど、2本目いい気分で帰れるか。お、まあまあだよ。イオリ頑張れ。あ、揺れてる。ゴー。イオリ・ナリタ。網野先生、はい、工藤先生、お疲れ様でした。これで遠征6連戦無事に終わりました。はい、先生、総括お願いします。出だしの勢いからいくと、もこのままトントンといけるかなと思ったけどなかなかうまくいかないのがやっぱり競技なんですね。だけどものすごいいい経験を積んだと思うし、雪も違う、コースも違う、難しい、いろいろ日本じゃ味わえないことをいっぱい経験したんで、子供たちはもうね、この後しっかり頑張ってくれると思います。はい、ありがとうございます。工藤先生お願いします。まあ、昨日より今日という形で大回転も回転もいい形で上がってきたので、まあ、ここで体験した経験したことを日本のレースに生かして、ではまた海外出ることあったら、まあ、1回目より2回目という形で良くなってくるんじゃないのかなという、まあ、予測と、まあ、そういうことは立てれるんじゃないのかなと思う結果を得ると思います。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はメイも応援に来てくれたんで、ヘッドコーチうちのヘッドコーチヘッドコーチ一言お願いします。サングラス嫌だ。人さらいじゃないよ。そうさ、約10日間お世話になりました。またの機会をよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、みんなお疲れ様でした。お疲れ様でした。また帰ってきてね。バイバーイ。